遊戯王アニメ作品、遊戯王デュエルモンスターズ、遊戯王デュエルモンスターズは、高橋和樹の漫画、遊戯王を原作とする、テレビアニメである。2000年4月18日から2004年9月29日まで、テレビ、東京系列で放送された。全224話、字幕放送。その後も、再放送が現在に至るまで実施されている。遊戯王の、 テレビアニメ第2作。原作のカードゲームを再現したトレーディングカード商品が人気を呼んだことをきっかけに再アニメ化されたシリーズであり、ホビー、遊戯王オフィシャルカードゲームとタイアップしている。1998年にテレビ朝日系で放送された遊戯王と関連性はない。毎週火曜19時28分から放映されていたが、2003年10月から、 毎週水曜18時30分に放映時間が変更された。火曜枠の頃はたびたび休止していたため、82話から168話は、たびたび2から3話分を一挙に放送している。制作は、アディケ参加の、ナズが担当となり、アニメ制作はテレビ朝日版の、投映動画から、スタジオギャロップになった。スタッフは、キャラクターデザインを担当した。 荒木慎吾、姫の道以外はほぼ刷新されているが、バトルシティ編からはテレビ朝日版にも参加した、作画監督の本橋秀幸、演出担当の細田正宏らが、スタッフに加わっている。武藤遊義の声優に当時ジャニーズジュニアであった、風間俊介を起用したのを皮切りに、すべてのキャストが変更、一新されている。原作では、 最後のカード戦以外の展開となったドラゴンダイスダンジョンズ編は内容を若干アレンジしてダンジョンダイスモンスターズ編として放送されたほかオリジナル展開でデュエルモンスターズクエスト編、ノア編、ドーマ編、KC グランプリ編が放送された。またソリッドビジョンシステムを駆使したデュエルディスクなどの設定は原作とアニメでは違いがある。 次回予告は、まさ京子が担当しており、次回の内容を大まかに述べた後、次回、デュエルスタンバイ、と締めるという形で行われていたが、次回のデュエルで活躍する、キーカードや重要な展開までネタバレしてしまうことが、頻繁にあり、ネタバレの激しい次回予告として、バラエティ番組やインターネットでしばしばネタにされることがある。なお、 第180話までは ED 前に次回予告が流されていたが、第181話以降は ED 後に流されるようになった。2004年4月3日から2008年8月2日まで、テレビ、東京系列で毎週土曜7時30分8時に放送された。以降、この枠では2020年3月まで、ギャロップ制作版、遊戯王シリーズ作が再放送されていた。 この他、BS ジャパンでも開局後に放送されたが一度、打ち切られ、2010年10月2日から2015年1月30日まで、毎週土曜夕方5時30分より改めて1話から再放送された。CS ではアニマックスで2008年2月より放送。2015年2月7日から2019年6月29日まで、 遊戯王誕生20周年プロジェクトの一環として、本作映像を HD リマスター、画面アスペクト比を16、9上化カットコンバート版、遊戯王デュエルモンスターズ20スリマスターと題し、上記のテレ東系毎週土曜7時30分8時枠で放送していた。当番組では、字幕放送を実施。武藤遊戯のセリフは黄色。 闇遊戯のセリフは青緑、まさき京子のセリフは茶色、その他の人物のセリフは朱色で表示される。この枠とは別に、同じく20周年プロジェクトとして、バトルシティ編を16、9の HD リマスター、上下カットコンバート版として、2015年4月より、テレ東計各局で深夜帯に再放送。初回は、特別版、ロードトゥバトルシティと題して、 第41話冒頭までのストーリーを、海、マゼ人の視点で、ダイジェスト放送。なお、HD リマスター版に際して、第52話から第80話までの OP と ED は一部映像を、差し替えたりモンスターの色を、オリジナル版より違う色にしたりするなどの多少の、変更がなされている。なお、 本放送時にバトルシティ編の本戦1回戦とアルカトラズ決戦の合間に放送されたノア編は今作では未放送であるがノア編での出来事が及びことされる場面はそのまま放送された2016年4月21日にはニコニコ生放送で映画公開記念として公開日直前に 遊戯王デュエルモンスターズ最終章、王の記憶編を2夜連続で土曜日に、第119話から第210話、日曜日に、第211話から第224話を、一挙放送した。2016年8月19日にもニコニコ、生放送で20周年記念として、20周年記念。丸ごと、遊戯王ほぼ20時間 TV が、一挙放送され、 バトルシティ編の第52話から第97話が放送された。2016年9月6日、毎週火曜26時5分26時35分から2017年3月28日まで、テレビ、東京他にて、遊戯王20スセレクションを放送していた。ここでは、王の記憶編の一部、戦いの儀が放送されていた。 OP の冒頭映像は当時パネルがあった両サイドに新規に映像が追加され、そのための場面はこれまでの変わらず16、9に上下カットコンバートされた。2018年3月10日にはニコニコ生放送で、処理検生放送として第1話から第12話が一挙放送された。第1話第51話。第1話は原作における海、マゼジンの初登場回と、 デスティ編でのデュエルをベースにしたストーリー。武藤遊戯の祖父、武藤スゴロクが、世界に4枚しかないとされる、レアカード、西岸の白竜を所持することを知った海ウ馬ウは、残る3枚の同カードを入手、スゴロクに、デュエルを挑み、これに勝利して、西岸の白竜のカードを破り裂いた。遊儀は、スゴロのデッキを託され、海馬に、デュエルを挑む。ここでのデュエルは、 海馬スペシャルルールと称して行われた。それからしばらくしたある日、デュエルモンスターズの創造者、ペガサス・ジェイクロフォードから遊戯のもとへ一通のビデオレターが届く。そのビデオレターに現れたペガサスは、なんとデュエルをすると言い出し、遊戯はテレビの前にカードを置いて、デュエルを始める。しかし遊戯の戦略は、すべてペガサスに見透かされていた。 ビデオの時間切れによって遊戯の敗北扱いとなり罰ゲームとして祖父、スゴロクの魂がビデオに封印されてしまう。最後にペガサスは自分が千年アイテム千年眼を持っていることを告げて消えていった。スゴロクを救うためペガサスが提示した条件であるデュエル大会決闘者の王国への参加を決意する遊戯。一方、 遊戯の親友である、城之内勝也もこの王国に参加したいと言い出す。それは、優勝賞金を手に入れ、目の病気に苦しむ妹、静香を救うためであった。第42話までと第46話、第50話、第51話、第53話のデュエルは、上級モンスターカードを召喚するのに、生贄にえが、不要、ライフポイント2000、ダイレクト、アタック不可といった、 現在行われているデュエルとは違う初期のルールだった。また、デュエルに使用されたソリッドビジョンのシステムも原作ではテーブル型であるのに対し、アニメではデュエルリングと呼ばれる大掛かりな装置となっていた。他王国編以前のエピソードは対海馬戦以外カットされ、王国編で一部のみ挿入された。原作にはなかった話もいくつか制作され、 原作と違ってキースはペガサスに殺害されず、遊戯と城の内の決勝戦も描かれた。ペガサス島から帰還後は、原作になかった全米チャンピオンのレベッカが登場する、話や原作と違って生存していたキースが、再登場した話などが描かれた。また、おとぎが登場する話では、おとぎが勝負を挑んだ動機が変更されて、遊戯ではなく、王が、 おとぎと対戦し、かけるものも千年パズルではなく、デュエリスト生命に変更され、代わりに、キース再登場の話で、パズルが一旦破壊されるなど原作がかなり、改変された。このシリーズでは、中盤あたりまでオープニングの前にアバンタイトルがあった。初期は、ゲームの歴史と遊戯が千年パズルを完成させたことを、紹介するもの、その後は島に渡って、仲間と共に、 ペガサスに挑むことを紹介するものであった。シリーズ終盤はアバンタイトルなしでオープニングに入るようになった。なお、初期のものでは、遊戯王、光と闇二つの心を持つ少年。人は彼を遊戯王と呼ぶと紹介していた。第52話第97話、第122話第144話。2015年にテレ東系で深夜帯に再放送された際には、 バトルシティ編と表記されているが、本校では中黒天なしで記載する。同日や美術館に呼び出された海ウ馬ウが出会ったのは、エジプト政府の用事に石髄したある。彼女は海馬に3枚の神のカードにまつわる話を聞かせ、その神のカードの1枚であるオベリスクの巨神兵を託し、残り2枚の神のカードの回収を依頼する。石の話を聞いた海馬は、 レアカード強奪集団、グールズを滅ぼして、神のカードを、グールズから脱会すべく、アンティ制を導入した、大規模、デュエル大会、バトルシティの開催を宣伝する。時をなじくして、同日や美術館を訪れた遊戯は、一枚の大きな、石板を目の当たりにする。そこに描かれていたのは遊戯自身であった。決闘版の仕様が原作とは、少し異なっている。 アニメ版だとデュエルディスクは変形し折りたたまれるが、原作版だとコンパクトな代わりに変形ができなくなっている。また、アニメと原作でソリッドビジョンの設定解釈が違っており、デュエルルールは第54話から原作と同じスーパーエキスパートルールになり、ライフ4000から開始。 登場するカードは一部を除いて、オフィシャルカードゲームと同じものにしているほか、徐々に、オフィシャルカードゲーム要素を取り入れている。原作では、1日目に、予選から、決勝トーナメント第4試合までを行い、2日目が、最終戦となったが、アニメ版では、予選は2日行われたため、3日間の出来事になっている。決勝トーナメントの最初の地となった。 飛行船バトルシップは後述のノア編で、ジェット機のような形状となるが、爆発の衝撃でエンジンを損傷した。そのため、アルカトラズ脱出の際には、意識不明になった、際の城の内を搬送するために派遣された、海馬コーポレーションのヘリコプターが使われた。第98話第121話。第97話で原作に追いついてしまったため、半年にわたって、間に挟んだ。 アニメオリジナルストーリー。このシリーズでは、オフィシャルカードゲームカード中心に、デュエルが行われ、遊戯たちのカードもストラクチャーデッキに収録されている、カードが含まれている。さらに登場した新カード6枚は抽選で、発送するという企画も行われた。海馬兄弟を中心とした物語が展開され、それに伴い数々のアニメオリジナル設定が、追加されている。 カイバゴーサブローも出現した。バトルシップは最終決戦の舞台、人工島へ向けて進んでいたのだが、突如として海中から現れた巨大建造物によって捕捉されてしまう。そこにいた少年はカイバノア。ノアは遊戯たちを肉体を失ったビッグゴたちが存在する仮想現実に誘い込み、デッキマスタールールでのデュエルを強要する。負ければ、 体を奪われるデュエルに、遊戯たちはそれぞれ別行動で挑んでいくことになる。第145話、第184話、10ヶ月に及んで放送された、アニメオリジナルストーリー。このシリーズは、心の闇を題材にしており、遊戯をはじめに主要人物たちに、アニメ独自の設定が追加されている。また、デュエルモンスターズ界を、はじめ数々のオリジナル設定を盛り込む。ペガサス。 クジャク、マイ、ハネガ、リュウザキなどの血統者の王国編の人物たちが再登場している。本シリーズから融合モンスターが融合召喚されたターンは攻撃できないというルールはなくなり融合召喚後も即攻撃可能となった。失われた記憶を見つけるため、同日や美術館の石板の前で3枚の神のカードをかざす闇遊戯だが封印は解かれず、 逆に石板が凍結してしまった。同時に、世界中でデュエルモンスターズが実体化し、パニック状態となる。さらに3枚の神のカードは奪われ、遊戯の前には、ドーマと名乗る、組織の男たちが現れる。遊戯は彼らの一人グリモに負ければ、魂を封印される闇のデュエルを挑まれる。謎のフィールド魔法。 オレ礼カルコスの結界を発動するグリモをかろうじて、倒した遊戯たちに、ペガサスから、緊急連絡が届き、一行はアメリカへと旅立つ。一方、海馬は、自社株が何者かに大量に買い付けられ、会社が乗っ取られそうになっていることを知る。その飼い主とは、なんと、ペガサスであった。ペガサスの元へ赴いた海馬だったが、ペガサスは先ほど遊戯に助けを求めていたとは思えない。 態度で、海馬に勝負を挑んできた。第185話第198話。ドーマ編終了後、原作の最終ターンの放送に入る前に、今一度、約3ヶ月にわたって放送された、アニメオリジナルストーリー。アメリカから日本に帰国するための費用がないことに、困惑する遊戯たち。その頃、ドーマの策略で社名に、傷がついた海馬コーポレーションは、 社運をかけて、世界規模のデュエル大会、KC グランプリを企画していた。木馬が、城之内は、選手として、遊戯は優勝者とのエキシビジョンマッチの、対戦相手としてこの大会に出場すれば、遊戯たちは、海馬コーポレーションの配慮で帰国できると提案する。一方、海馬コーポレーションを落とし入れようとする陰謀が、暗躍していた。第199話第219話、 石子たちの案内で、エジプトの神殿にある、記憶の石板のもとにたどり着く遊戯たち。しかし、それを、闇爆僚も追ってきていた。闇遊戯が、石板に3枚の神のカードをかざすと、石板が光り出して闇遊戯と、闇爆僚の魂が吸い込まれてしまう。闇遊戯の魂は古代エジプトの王宮にいた男の、体に入った。その男は、 側近や六神官から、ファラオと呼ばれるが、自身の真の名は分からずじまいであった。神官たちは互いに、魔物や精霊を召喚し、ディアハと呼ばれる戦闘を行っていたのだが、まさしくその姿は、元の現代におけるデュエルモンスターズそのものであった。一方、闇爆量の魂は、連行中の墓嵐の男の中に入る。 その頃神殿に取り残された遊戯たちの前にシャーディーが現れ闇遊戯と闇爆僚が記憶の世界で究極の闇のゲームで対決することを告げる原作初期で爆僚が初登場したモンスターワールド編を布石とした本編のクライマックス物語上の様々な謎や伏線はほぼこの章で明らかとなる原作では 美術館裏での模型上で行われていた戦いになっていたが、アニメ版ではエジプトに向かった後に、記憶の石板の中での空間という設定になっており、王が千年パズルに、道連れで封印したのは、アクナディンではなくゾークの本体になっていたりするなど、設定がかなり変わっている。さらに、原作ではこのショーに登場しなかった海馬が登場し、戦いに参戦している。 また、原作にはない、古代、デュエルディスクが存在する。戦いの儀、第220話第224話。自らの名前と、すべての記憶を取り戻した、ファラオこと闇遊戯海馬、幕僚と共に、残りの青年アイテムを手に神殿を出た遊戯たちは、石津たちから、誰かがもう一人の遊戯と、戦いの儀、つまり、デュエルを行い、 魂を安らかに眠らせる必要があるということを聞く。それは、もう一人の遊戯が冥界へ旅立つための別れの戦いであった。鳩場ですごろく、おとぎ、木馬と合流し船で神殿に向かう遊戯たち。戦いの儀は、遊戯が、自らの意志で受けることとなった。そして、冥界の神殿の冥界の石板に千年アイテムを、収めて、 ファラオの名を告げると遊戯の影が二つに分かれ、二人の遊戯が現出する。ついに最後の決闘が始まった。お互い一歩も引かず、ファラオの魂のため、それ以前にデュエリストとしての真剣勝負を繰り広げる。t v シリーズでは、原作の流れに大幅にオリジナル展開が加えられ、海馬兄弟がエジプトに同行しているほか、三元神を当てムが、同時召喚して迫り、 これまで二人の遊戯が多用してきたモンスターたちを次々に登場させると、今までの放映の集大成的な決闘となった。登場人物が使用したカードについては、各登場人物の個別ページも参照。絶大な力を持つ三枚のカードの総称。3000年前の古代エジプトの神官、瀬戸が残した壁画を見たペガサスが、 そこに刻まれていた三体の幻真珠の絵をもとに作り上げた。宇宙万物の両極性を象徴するとされ、この三枚のカードをすべて手に入れた者は、永遠腐敗の伝説とともに血統界の支配階級の頂点に君臨し、血統王の称号を得ると言われる。記憶編でも登場し、三体は融合して、ホルアクティになった。なお、 神誕生の経緯は語られなかった。本編内の三元神カード共通の特徴は、三元神カードを対象とした罠カードの効果は無効。魔法カードは発動したターンのみしか効果がないの2点。ビッグゴが作成した RPG ゲーム。デュエルモンスターズのカードを駆使して、伝説の FGD からゲームの世界を守るという物音義隆治が生み出したゲーム。原作では、 トリプル D と称されていた。ノア編で使用されたデュエルモンスターズの特殊ルール。内容は以下の通り。なお、デッキマスター能力は選んだモンスターによって異なり、選ぶ前にどんな能力かを確認することはできない。ビッグゴは、デッキマスターとして選んだモンスターの姿を借りている。3000年前の古代エジプトで行われていた戦いの、 ギでデュエルモンスターズの原型とも言える儀式。4キッズより放送。オリジナル版から BGM や SE の全てが変更され、作中に登場するカードはテキストが削除されて、イラスト枠が大きくなっており、デュエル中のライフポイントやモンスターのステータスを表示する枠もオリジナルのデザインとなっている。ほぼ全てのキャラクターの名前と設定が、 オリジナル版から変更され、カードの名前も宗教などが含まれる部分が別の単語に差し替えられている。暴力描写や裸、結婚などのシーンは改変、もしくはカットされ、おにぎりなど日本文化的なものはサンドイッチやポップコーンに書き直されるか削除される。また、不適切でないシーンの一部もカットされることがある。キャラクターの死に関しては、 闇の世界に送られるという形になっている。このような傾向は、後の海外版、遊戯王シリーズでも引き継がれている。いずれもテレビ東京の場合。ボイス、シャッフル、ワイルドドライブ、ウォーリアーズ、オーバーラップ、元気のシャワー、あの日の午後、第49話。第80話、楽園、溢れる感情が止まらない、合図、遊戯王、カプセルモンスターズは、高橋和樹の漫画。 遊戯王を原作とするアメリカのテレビアニメ4キッズエンタテインメントが制作し2006年に放映された全員12話日本版タイトルに合わせて遊戯王アレックスとも呼ばれるテレビアニメ遊戯王デュエルモンスターズの番外編として制作されたアニメオリジナル作品劇場作品光のピラミッド同様4キッズエンタテインメントが 制作した。本作では、カードゲーム、デュエルモンスターズに代わり、カプセルからモンスターを召喚する、カプセルモンスターズというボードゲームが登場。その設定を軸に、ストーリーが構成されている。なお、カプセルモンスターズは、原作初期に登場した、ボードゲーム、カプセルモンスターチェスをモデルにしている。ひょんなことから、 カプセルモンスターズの世界に入り込んでしまった遊戯たち。そこは凶暴なモンスターが生息する危険な世界だった。現実世界へ戻るため、遊戯たちはカプセルからモンスターを召喚し命をかけた戦いに挑む。時間軸的には遊戯王デュエルモンスターズの王の記憶編より前の話である。2016年4月19日放送、劇場版。 遊戯を公開直前スペシャル。ハット a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a a b a c a d a f a g r i a j a k テレビ局ネットワークアニメディア2001年8月号。学研115から117ページ。ABCDEF テレビ局ネットワークアニメディア2002年8月号。 学研、117から119ページ。ABCDEF、テレビ局ネットワーク、アニメディア2003年6月号。学研、109から111ページ。AB、富山新聞2000年6月8日付長官、テレビ欄。富山新聞2002年3月18日、3月25日付、テレビ欄。富山新聞2003年12月21日。 12月28日付テレビ欄ギャロップ作品履歴ギャロップ2015年10月21日閲覧ありがとうございます